はい、皆さんこんにちは。整体岩屋水道ケア代表の山です。今日は、OCD 肘の離断性骨軟骨炎で悩まれている方、にですね、ちょっとご紹介したいと思います。茨城県日立市で、今仕事を、接骨院ですねをやってる、大川先生っていう先生なんですけれども、結構ね OCD の子たちは来てくれるんでね。そうですね、多い方だと思います。はい、そう、病院の先生たちとも一緒に、そうですね、はい、連携取ってやってるとは思うんですけれども、うちもね、どこ行っても治らないというか、いろいろ迷って僕のところに来てくれる、その OCD の中学生小学生が、いるんですけれども、僕のところだと、その選手によってなんですけど、投げて治したいっていう、子もいますし、やっぱり病院とか問題もあって、ノースローのまま、治すっていう子もいます。で、この前来てくれた患者さんが、ちょうどね、レントゲンだとか、CT、それをねもろもろ全部持ってきてもらったんですけど、経過のやつを、ちょっと特殊な治療をやってるのは皆さん知ってると思うんですけれども、それでね、効果がね、やはり、7月に症状が多かったんですけど、結構ね、進行していて、病院でもちょっとこれは重症だよねっていう形で、そのまま脳卒中になっちゃった子がいたんですけれども、うちに、9月に来ました。で、9月に来て月1回ずつ、ちょっと遠かったのでなかなか来れないので月1回ずつちょっと治療をさせてもらったら、驚くような回復で治ってしまった、良くなってしまったので、お医者さんの方が、学会でちょっと発表するかもという形でね、言ってくださいましたですけども、そのぐらいね、しっかり、治ってます。これはね、病院のお医者さんたちっていうのは、ここに来てるっていうのはね、お伝えしていないんですけれども、ちょっと特殊な治療すぎて難しいところなので、で、さらに大川先生のところも、その治療をして、結果は、はい、かなりいいですね。かなり、平均して3ヶ月ぐらい、3ヶ月ですね、復帰してる状態です。はい、で、大川先生のところはね、本当にね、医師の方とつながっているので、病院もね、紹介、そうです、はい、はい、しっかりしてくれているので、ちゃんとした先生のところを紹介してくれてます。ちゃんと野球とかね、その肘の OCD を、専門的に見てる先生とかもね、しっかり紹介できますので、ぜひね、そこでお困りの方は、行ってみてください。もちろんね、その肘が、修復、壊死が治ったとしても、フォームだったり、その体の使い方、そこら辺はね、しっかりやっていかないといけないところなので、そのね、投げない期間に、どんどんトレーニングとか、投げ方とかっていうのは修復というかね、問題があれば、改善していかないといけないところなんですけれども、ただね、その絵師に関しては結構ね、好成績を出しているので、ぜひね、茨城県の、近隣にお住まいの方で、肘の OCD をちょっとお悩みになられている小中学生いましたら、ぜひね、ご連絡してみてください。詳細は、接骨院の方の詳細は、詳細欄の方に、ホームページの方貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、ということで今日はね、先生の OCD で、ちょっとね、いろいろ好成績出している先生のご紹介になりました。今日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。